司法使者への左遷、なんでですか？思わず大きな声を上げてしまった俺だが、上司はニヤニヤと言い放つ。警察のお前でも地方なら出世できるかもって思ってな。そんなありがた迷惑な配慮で、俺は地方へ移ることに。俺は広橋いつき、35歳。5人兄弟の長男として生まれた。身内の恥をさらすようで恥ずかしいが、父親は毎日飲んだくれて、ほとんど家に帰ってこない。母はそんな父の分まで家事育児に奮闘するけなげな人だ。父はトラックの運転手をしていたが、給料の半分以上が飲み代に消えていた。父が家にお金を入れないせいで、うちは常に生活が苦しく、学校に必要なものすら十分に揃えてもらえなかった。あいつ、習字セットすら買ってもらえないらしいぜ。洋服も近所の人のお下がりばっかりって、うちの母ちゃんが言ってた。同級生にはそんな風にからかわれることばかり。みんなが持っているピカピカの習字セットが羨ましくて仕方なかった。だが昼間は弟たちの世話に明け暮れ、みんなを寝かしつけてから清掃の夜勤パートに出かける母にそんなこと言えない。父がくれる生活費と母のパート代を合わせても毎月カツカツなのは知っていたから。畜生、なんとかあいつらを見返してやりたい。そんな俺に一筋の光をもたらしたのは、ある日の朝礼での校長先生の話。いつもは長くてつまらないと思っていたが、その日だけは違った。勉強はスポーツと同じで、努力した人が報われることが多いのです。しかも勉強のいいところはお金をかけずにできるところで、やる気さえあれば高価な道具や場所を選ばずにできるのです。周りではサッカーや野球などをやっている同級生が多く、正直羨ましく思っていた。だがそういう習い事をするには、月謝だって道具を揃えるのにもお金がかかる。でも勉強なら家でお金をかけずにできるじゃないか。俺をバカにしてきた連中よりもテストでいい点数を取ってやる。新しい目標を掲げた俺はそれから必死で勉強を始めた。休み時間には先生にわからないところを聞きに行ったり、授業の復習などをした。家では弟たちを見守りながら、家事の手伝いの合間にも教科書を開く。この間の学力テスト、学年1位は広橋くんだ。最近頑張って勉強してたもんな。みんなの前でそう発表する先生の言葉に、みんな驚いて教室はざわついた。それまで成績が良かったわけでもない俺が、急に学年1位を取ったことが信じられなかったのだろう。まさかあいつが、先生にご機嫌取って何か汚い手でも使ったんじゃねえの？悔し紛れにそんなことを言った同級生を、先生は厳しくたしなめた。これは広橋くんの努力の結果だ。そんなくだらないことを言っている暇があったら、少しは広橋くんを見習って勉強したらどうだ？そう諭されて、悔しそうな同級生たちの顔を今でもよく覚えている。家に帰ってからテストの結果を報告すると、母は手をたたいて喜んでくれた。参考書だってまともに買ってあげられなかったのに、いつきは本当にすごいね。母にそんな風に褒められて、心から誇らしく思った。母さんがあんなに喜んでくれるのなら。いつも疲れた顔をしている母が浮かべたあの嬉しそうな顔は、俺の勉強に対する意欲をさらに高めてくれた。そして
中学校に入学してからも必死に勉強を頑張り、学年1位の座をキープする。貧しい環境でも自分の努力次第で何とかできるのだ。今では俺のことをバカにしてくるやつなんて一人もいない。勉強のコツを教えてくれないか？暗記物ってどうやったら効率がいいの？むしろ俺にアドバイスを求めてくる同級生たちが絶えなかった。そんな折、私立の進学校に特待生として入学できるかもしれないという話が。特待生は入学金や授業料免除、家計に負担をかけず高校に行けるかもしれない。そう胸を躍らせた俺のもとに、タイミング悪く飛び込んできたのは、母が倒れたという知らせだった。長年の過労がたたったとのことで、しばらく入院が必要らしい。悩む必要なんてなく、俺は中卒で働くことを選んだ。母が働けないのであれば、長男の俺が働くしかない。病室で母は青白い顔をして俺に謝ってきた。いつきが頑張ってせっかくつかんだチャンスなのに、私が不甲斐ないせいで本当にごめんね。そう号泣する母の背中をさすり、落ち着いた声で語りかける。母さん、俺なら大丈夫だよ。中卒でも必死で努力して成り上がってみせるから。母の涙はいつまでも止まらなかった。その後、俺は近くの工場で働かせてもらうことに。工場での仕事はかなりの重労働で、かつ単純作業の繰り返し。辛いと思うことも多かったが、持ち前の負けん気で何とか乗り越えていった。俺はもっともっと上を目指すんだから、こんなことで負けてられるか。そして数年経つと、弟たちも手がかからなくなり、母の体調も回復した。事態は徐々に好転していたのだ。そんな折、不景気の煽りを受けて、働いている工場の閉鎖が決定することに。そんな状況だが、落ち込む暇も休む暇もなく、俺は他のバイトを転々としながら就職活動をした。だが、今時中卒の人間を雇う企業なんてなかなかない。面接にすらたどり着けないこともしょっちゅう。そこで俺は方向転換することにした。学歴不問の派遣会社に登録し、派遣社員として実務経験を先に積もうと考えたのだ。そして派遣された会社では中卒ということもあり、最初は軽作業など誰でもできるような仕事ばかり任された。だけどそこが腕の見せどころ。どんなことでも言われた以上の仕事をして自分のできるところをアピールする。すると徐々にいろいろな仕事を任せてもらえるようになった。ひろはし君はすごく仕事ができるし、努力家だって周りからの評判も高いんだよね。正社員登用試験を受けてみたらどうかな。担当者のそんな言葉に、俺は内心ガッツポーズを決めた。その頃には仲良くなっていた社員も何人かいたし、中には試験に向けてアドバイスをくれる人もいた。おかげで事前準備をしっかりすることができた。その結果、見事合格。いつきが商社に就職するなんて。母は信じられないという様子で目を見開き、そしてとても喜んでくれた。そして初出社の日。今日からこの会社の正社員だ。俺は意気揚々と出社したが、周囲の俺を見る目は冷たかった。配属された部署は有名大学出身者がほとんど。中卒である俺は異端らしく敬遠された。
派遣社員の頃仲良くしていた部署の人たちはフロアが違い、なかなか顔を合わせることすらない。いきなり孤立した俺に面と向かって嫌味を言ってくるやつすらいる。警察と同期とかマジでありえないんだけど、俺がどれだけ勉強していい大学に入ったと思ってるんだよ。声の主は同じ春入社で同期、1歳年下の檜山だ。学歴に大差があるのは事実だから言い返しようもない。だが中卒の俺だって有名大卒のこいつと同じぐらい仕事ができるって証明すればいいだけだろ。自分の努力次第で逆境なんていくらでも跳ね返せるはずさ。そう、今までのように。しかしどれだけ結果を出しても上司からは認めてもらえなかった。周囲が出世していくのを横目に時間ばかりが過ぎていく。そんな中、上司や上層部と懇意にして認められなければ出世するルートなんてそもそもないってことに気がついた。努力だけではどうにもできない壁があるってことか。ようやくそう悟った俺だった。それから特に進展がないまま時が経つ。俺は35歳になっており、弟たちも全員高校を卒業していた。いい年して平社員なんて惨めだな。ま、中卒だから仕方ないよね。周囲からバカにされ続ける日々を送っているが、見返してやろうなんて気力はもうない。平社員だろうがなんだろうが、安定した会社員生活をいかに長く送れるか、そのことだけが自分にとっては大事なことになっていた。一方、同期の檜山は出世コースを順調に歩み、俺の上司としてこき使ってくる。そんな檜山にはお気に入りの女性社員がいた。黒本みやびという美人で檜山の大学の後輩だ。黒本さん、今日も綺麗だね。よかったら今度食事にでも。檜山はそんな風に黒本さんのことをよく食事に誘おうとしていた。それに対して黒本さんはあくまでそっけない。業務に関係ないお誘いでしたらお断りさせていただきます。それに周りの目もあるので、容姿に関するコメントは控えていただけませんか？どれだけ釣れない態度を取られても、諦めない檜山はすごいなって逆に感心してしまう。だが黒本さんにとってはさぞかし迷惑なんだろうな。俺がそう考えていると、黒本さんが俺のデスクにやってきて資料を差し出した。広橋さん、ここのデータなんですけど。以前困っていた様子の黒本さんに一度アドバイスしてから俺にすっかり懐いている様子。俺は檜山の目を気にしつつもデータの数字が間違っていることを指摘した。すると黒本さんは目を輝かせてこう言う。すごい、広橋さんはやっぱり仕事できますね。それに謙虚だし本当に素敵。手放しで褒めてもらえるのは嬉しかったが、俺なんかのことで黒本さんが損をするのは避けたい。黒本さんには声を潜めてその都度こう言い含める。中卒で窓際族の俺なんかを相手にすると君も出世できなくなるぞ。だが黒本さんはそんなことお構いなし。しょっちゅう俺にアドバイスを求めに来ては俺のことを絶賛する。そんな状況を気に食わないのはもちろん檜山だ。しばらくして俺は檜山のデスクに呼びつけられる。地方支社への左遷？なんでですか？思わず大きな声を上げてしまった俺にフロアのみんなの視線が集まった。檜山はニヤニヤとしてまるで用意していたかのような言葉を並べる。これは温情措置だよ。中卒のお前でも地方なら出世できるかもって思ってな。
そんなありがた迷惑な配慮で、俺は地方へ移ることになったのだ。幸い弟たちは皆自立しており、すでに結婚している次男夫婦が母親と同居している。家族の心配をすることなく、旅立てたのがせめてもの救いだ。地方支社には穏やかな人が多く、本社から左遷されてきた俺のことを温かく迎えてくれた。俺のことをバカにする人は愚か、真面目で仕事ができる人だと褒めてくれる人ばかり。週末にはみんなで釣りに行ったりバーベキューをしたり、本当にみんな仲がいい。予想もしていなかったけれど、地方支社での日々はかなり充実していた。そんな俺のスマホに一本の着信が。それは黒本さんからだった。今いいですか?と切り出してきた黒本さんは、こちらの近況を聞いたりして、取り留めのない話をしてくる。何か用があったんじゃないの?俺が聞くと、少しの沈黙があった後、私、実は、やっぱり何でもないです。何かを言いかけてやめた。何だろうと首をかしげたが、黒本さんは慌ただしく電話を切った。それからしばらくしてびっくりすることが。なんと朝礼で黒本さんが紹介されたのだ。本社からこちらに配属された黒本さんです。上司のその言葉を俺は信じられない様子で聞いた。ランチ休憩の時に事情を聞くことに。すると黒本さんは恥ずかしそうにしていたが、しばらくして決意したかのようにすべてを語った。俺が左遷されてから、檜山から執拗に誘われるようになったようだ。俺の女になれって言われて、でも私には好きな人がいるんですって断りました。黒本さんが続けた言葉に、俺はまた目を見開いた。なんと、その好きな相手のことを俺だと言ったらしい。それにブチギレた檜山は、そんなにあの中卒がいいなら、お前も同じ場所に飛ばしてやるよ。そう言って、黒本さんのことも左遷させたってわけ。俺はいろいろ混乱したが、なんで黒本さんがわざわざ檜山の怒りを買うようなことを言ったのか、その理由を知りたいと思った。すると彼女はあっけらかんと笑ってこう言う。だって本当に広橋さんのことが好きなんですもの。会えなくて寂しかったし、だったら同じ場所に左遷されればいいんだって。俺は黒本さんのそんな言葉がまだ信じられないでいた。なんで中卒の俺なんかを。すると俺の様子に気づいた黒本さんがわざわざ説明をしてくれた。何を言われても、真面目に仕事に打ち込んでいる広橋さんがかっこいいって思って、上司のご機嫌伺いばかりで出世のことしか頭にないような人とは大違い。そして体の向きを変えて、まっすぐ俺の目を見てこう言った。広橋さんを追いかけてここまで来ました。広橋さんのことが好きです。黒本さんのような女性にここまで思ってもらえるなんて、俺はなんという幸せ者なんだろうか。学歴なんて関係なく、俺の努力だけを見て認めてもらえたのが本当に久しぶりで嬉しくてたまらなかった。彼女のことを素敵な女性だと思う気持ちは以前からあったし、こんな一途な気持ちに応えなかったら男じゃない。本当にありがとう。よかったら俺と付き合ってもらえませんか。せめて交際を申し込むのぐらいは男の俺にさせてほしい。そう思って彼女よりも先に交際を申し込んだが、黒本さんは涙を浮かべて嬉しそうにうなずいてくれた。
それから俺と黒本さんは同僚として働きつつ順調な交際を続ける。いつでも褒めて伸ばしてくれる上司にも恵まれ、俺は地方支社で格段の成績を上げた。そんな俺の快進撃は本社でも噂になったようだ。一方、檜山といえば黒本さん以外の女性社員にもしつこく迫っていたらしく、それが問題となって降格処分に。檜山の空いた席を俺にという打診もあったが、即座にお断りをした。ここには俺の努力を認めてくれる人たちがいる。そして隣には愛する人も。俺はもう十二分に幸せなんだから。